月岡温泉、町歩き、食べ歩き。ゆきひょうの旅、概要欄のチャプターリストもご活用ください。2泊3日の月岡温泉旅行に行ってきました。2日目が1日雨だったので、すべてのお店は回れませんでしたが、一部のお店と食べたものなどを紹介します。月岡温泉は新潟県新発田市にあります。日本第2位の溶岩湧流で緑色の温泉が有名です。こちらは月岡温泉旅館組合のマップです。1日あれば大体のお店を回れますが、定休日のお店や休憩時間中のお店などもありますので、お店を制覇するには2日あると良いかと思います。なお宿泊したホテルの紹介動画もありますので、よろしければ月岡温泉の再生リストからご覧ください。概要欄に月岡温泉のサイトと再生リストを記載します。足湯ゆたび、ゆたびの営業時間は8時から21時、無料です。夜はライトアップされて綺麗です。源泉の近くは暑く、少し離れたあたりは若干ぬるめです。飲み物とアイスクリームの自販機もあるのでのんびりできます。トイレもあります。屋根があるので雨でも問題ありません。ここのお湯は一番熱いです。これから温泉街のお店の紹介をしますが、定休日や休憩時間などは変更される可能性があるので、概要欄に記載の月岡温泉旅館組合公式サイトでご確認お願いします。ブルワリーは足湯の裏にあるクラフトビール醸造所です。ビールと食事のお店です。ビールを飲まないので立ち寄りませんでしたが、グリーンの月岡温泉にちなんだグリーンのビール、エメラルドエールは飲んでみたかったです。新潟飲み物
営業時間は9時半から18時、13時から1時間の休憩時間があります。飲み物のお店でアルコールは有料、それ以外の飲み物は無料で試飲できます。ソフトクリームの販売もあります。足湯の近くなのでアイスクリームをここで買って足湯で食べることもできます。ラーメン気分一。営業時間は10時から14時のお昼だけです。スープがなくなると14時前でも閉店です。地元の方の人気も高く、駐車場に車が入りきれないこともあります。温泉街からは徒歩が良いかと思います。ラーメンはかんばらラーメンと肉ラーメンの2種類です。肉ラーメンを頼みました。違いは肉の枚数です。かんばらラーメンのチャーシューは2枚です。肉ラーメンのチャーシューは10枚あったと思います。お皿一面にお肉です。細麺は少し縮れています。無料でおかわりの替え玉1つ追加できます。スープは豚骨醤油ですが、しつこさはありません。うっかり全部飲み干してしまいました。肉を花びらのようにのせるためか、お皿は天津丼用のような平たいお皿でした。新潟米菓店。営業時間は9時半から18時、13時から1時間の休憩時間があります。普通のおせんべいの販売もあります。1500円で絵付けとせんべい焼きを体験できます。混んでいたので作るのは諦めて他の人のおせんべいと取らせていただきました。のお店が3軒隣接しています。3軒で1個ずつ買って食べ比べをしました。有機堂、月岡屋、丸又。個人の感想ですが、甘さ控えめでもちもちした皮の月岡屋が好みでした。新潟地物うまみ。営業時間は9時半から18時、12時から1時間の休憩時間があります。ご飯のおかずや酒の魚になりそうな佃煮や干物などのお店です。お土産に良さそうな品揃えでした。新潟地酒蔵。営業時間は9時半から18時、12時から1時間の休憩時間があります。600円で1から3種類の日本酒の試飲ができます。レジでおはじき3枚を600円で入手します。おチョコ1つが渡されます。棚に並ぶお酒はおはじき1枚から3枚で試飲できます。価格の安いお酒はおはじき1枚で1杯の試飲と交換、価格の高いお酒は
おはじき3枚で1杯の試飲と交換です。お酒は100種類あるので選ぶのに時間がかかりました。米どころ新潟のお酒ですからきっとどれも美味しいでしょう。全部試飲するとしたら2万円必要かもしれません。棚のミキがおはじき1枚のお酒です。一番左の方は値段が高くおはじき3枚のお酒です。1杯目はこちらのおはじき1枚無鑑定に決めました。おはじきとチョコをレジに持っていき、お酒の番号をスタッフに伝えます。おはじきが2枚に減りました。無鑑定は癖はあまり強くない爽やかな飲みやすいお酒でした。2杯目はおはじきを2枚使って腰の梅里、腰の乾杯は知っているけれど梅里とはと思って決めました。こちらは地も香りも無鑑定に比べるとガツンと強いです。これぞ新潟のお酒かも。加賀田米国店営業時間8時から18時のお米屋さんですが、駄菓子もたくさん置いてあります。昭和の時代の懐かしい雰囲気です。ついつい買いすぎてしまいましたが、全部で800円くらいでした。お店の方に昔の月岡温泉のお話なども聞けました。新潟ショコラ甘み、営業時間は9時半から18時、12時から1時間の休憩時間があります。新潟県内のチョコショップの商品が置いてあります。試食もありました。新潟甘味なごみ、営業時間は9時半から18時、13時から1時間の休憩時間があります。和菓子のお店で可愛いお土産もたくさんあります。ドリンクや抹茶セットのイートインも可能です。私はわらび餅ドリンクを注文しましたが、自分で立てることができる和菓子と抹茶のセットも良さそうです。店内でいただきました。きな粉、ミルク、黒蜜、そしてわらび餅。新潟ドライめぐみ、営業時間は9時半から18時、12時から1時間の休憩時間があります。ドライフルーツのお店で詰め放題などもあります。訪問した時間がちょうど休憩時間だったのですが、私は定休日と勘違いをしてしまい別の場所へ移動してしまいました。新潟粉物ベイ、営業時間は9時半から18時、13時から1時間の休憩時間があります。新名物のかわいいうさぎ焼きがあります。9種類の味があり迷ってしまいます。いろいろ食べたくなりますが、見た目よりも重量があるので
ご飯前なら一個にしておいた方が良いです。小倉ときなこフレークです。白い方が小倉あんこです。米粉で作られた皮はとても弾力があり、引っ張っても簡単にちぎれません。外は雨だったので店内で食べさせていただきました。茶色い方はきなこフレークです。きなこと砂糖の甘いペーストの中にコーンフレークが入っています。別の味もまたいつか食べてみたいです。8時から20日、源泉の森では温泉を飲むことができます。日本一まずい温泉ということですが、飲んでみたらゆで卵味で結構おいしかったです。社の右側に小さい使い捨てのコップがあるので、それを利用して飲みました。色は緑かと思いましたが、透明でした。陰線は1日 100ml と書いてあったと思いますが、このコップで毎日3杯くらい飲みました。岡温泉の発祥の地でもあります。奥の石は温泉で手を清めてから撫でると御利益があります。縁結びの湯掛け像もあります。の点灯は17時から20日です。混んでいるかと思いましたが、それほどでもありませんでした。昼にも行ってみましたが、やっぱり夜の方が美しいです。少し歩きますが、徒歩圏に道の駅のようなワクワクファームもあります。駐車場が広いので車で行っても良いと思います。右にはワクワク広場がありますが、まだ準備ができていないようでした。日本一長いブランコもおそらく雪で一部壊れていました。長いブランコの端の方には鶏が5羽いてお食事中でした。ここはコピレッジというエリアです。
ちらはレストランや売店のエリアです。右にイタリアンレストラン、左はお土産屋とお蕎麦屋さん、そして正面がワクワクファームです。道の駅のようなものです。喉が渇いたので、ジャバラジュースの冷えているのを買いました。カボスのような爽やかな味です。そしてこの時はジャバラ関連の商品を買うとマスクがついてきました。こちらはおまんじゅうなどのお土産とおそばのお店が入っている建物です。テーブルと椅子があり、休憩もできます。買ったおまんじゅうをここで食べるのも良いですね。おそば屋さんは定休日でした。そういえば新潟ではネギそばが有名ですが、食べませんでした。次回食べなきゃ。共同浴場、美人の泉。温泉街から徒歩圏に共同浴場があります。ホテル政府園と道を挟んで反対側にあります。共同浴場美人の泉です。こちらは大人600円、子供350円で利用できます。ロゴ入りタオルも200円で売られていますので、手ぶらで入浴可能です。火曜日は定休日、10時から21時半まで営業。もちろん緑色の温泉です。月岡温泉発祥の地。1915年、石油掘削中の井戸から温泉が噴き出たことから、この地に共同浴場が作られました。そして共同浴場の近くに青木館、なにわ屋、農道屋が湯治宿を開業しました。他にもあった湯治の宿のほとんどがこの10年の間に閉業しました。農道屋は現在はどなたか居住されているのか、建物はきれいな状態で残っています。なにわ屋は更地になっています。現在青木館は発祥の地の石碑の後ろで朽ち始めています。青木館は宿泊先のホテルの部屋の窓から朽ちている旅館の周りで梅や椿などが咲いているのが見えました。かつては湯治客が部屋の窓から花を楽しんでいたことでしょう。
この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。他の動画もよろしく、チャンネル登録も。最後までご視聴、ありがとうございました。また、見に来てください。またね。